写真映えするとして人気があってまるで美術館のようなカフェがあるんです。西尾さん。金色の額縁に飾られたヨーロッパの絵画かと思いきや、実はここフォトスポットなんです。衣装もすべてお借りすることができまして、とっても素敵な写真を撮ることができるんですよ。エマニュエル何言ってる。マリー・アントワネット言いたくなっちゃいますよね。どうでしょう、雪アントワネットかもしれませんね。ただ実はこちら止まらないんだよ、乗ってますよ。なんですよね、カフェなの。今日はこちらの場所から、そうなんです、この場所から生中継お送りしますでございます。やめなさい、もう地下鉄東西線の西28丁目駅から徒歩5分のところにあります R-WISE カフェバーです。2021年にオープンしていこうと。家具とか店内すごく素敵 でお料理もめっちゃ美味しいです、うん、雰囲気がすごくおしゃれで、何回か来てるんですけど何食べても美味しいんですよね。来てみてびっくりしました。お店もなんかこんな風だと思わなかったのでいっぱい食べました。来店した方を次々と魅了します。おしゃれな作品に美味しい料理、まるで美術館のようなカフェに潜入していきます。椅子も重厚感ありますね。あら、さあお店の入り口へ向かう階段にやってきましたが、ここもちょっとレンガ調になっていて、はい、もうまずワクワクしてきますよね。そして入り口にはこのようにナポレオンが飾られていますが、ここに乗っているのがワンちゃんってところもまたちょっとユニークじゃないですか。可愛いじゃないか、ね、気分もちょっと高まっていまして可愛いですよね。こちらのお店、普段であれば水曜日はお休みのことが多いということなんですけれども、皆さんにご紹介すべく特別に開けていただきました。そしてこのお店なんですが、実はとっても広くてですね、奥まで続いているんです。で、一つのお店なんですけれども、二つのエリアに分かれているからすごいですよね。まず最初はモダンアートエリアという場所をご紹介したいと思います。で、その名の通り、まず入り口入ってすぐに天井から吊るされた鹿のオブジェがお出迎えしてくれるんです。で、これよく見ると一つずつ銅線がくるくるくるというふうに巻きつけられていまして、それが立体的に形になって鹿の形になっているっていうオブジェなんですよね。もう入ってすぐにアート体感できるんじゃないでしょうか。ちょっと詳しいことはこの方にお話伺っていきましょう。お店の入谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。入谷さん、まずこのお店のコンセプト教えていただいてもいいですか。はい、はい、札幌で一番おしゃれなカフェバーです。なんか自信がみなぎってる感じが。目力がすごいですね。どうしてまた、どうしてまたそういったお店を作ろうと思われたんですか。そうですね、私がアート作品がすごい好きで、でアート作品を鑑賞しながらハンドドリップで入れた美味しいコーヒーを飲みたいという思いで作りました。入谷さんが飲みたいから、もうそれをお店にしちゃおうと。はい、私が飲みたい。すごいユニークな方が伝わってきますね。その思いが詰まったお店ということですけども、ちょっと中見せていただきますと、はい、お店の中見ていただきますと、席もちょっと椅子が一つ一つ非常に個性的なんですよね。この時間入谷さんにお付き合いいただきます。先ほどは途中でちょっとすみません、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。入谷さん、あの椅子たくさんありますけど、はい、どれに座っても大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫。中でもおすすめのものを教えていただいてもよろしいですか。はい、まあ、後押せの高い椅子はたくさんあるんですけども、実はこれも、あら、卵型のこれ、オブジェじゃなくて椅子なんですか。椅子これも座って大丈夫ですか。はい、あ、じゃあ失礼します。入谷さん、そんなダジャレもおっしゃる。お店もとっても素敵なんです。あ、すごい、深く腰掛けることができまして、ちょっとこう囲まれてる安心感もありますね。ちょっと私もアートの一部になったみたいじゃないですか。素敵。非常に前向きな方ですね。で、この場所でももちろんカフェですから美味しいお料理をいただくことができるんです。はい、今早速シェフの方に作っていただいています。仕上げの部分になりますね。今上からかけているのはチーズです。シェフの堀口さん、よろしくお願いします。お願いします。お世話になります。お願いします。上からチーズをかけて、さらには胡椒をまぶして、
そう、お料理の完成です。なんて言ったってこのアートな空間でいただけますからね。ポルチーニのクリームパスタでございます。ポルチーニのクリームパスタ、特徴教えてもらってもいいですか。はい、ポルチーニというキノコから、旨味を抽出しただしを使ったクリームソースのパスタです。しかもよく見るとこれ麺、平麺なんですか。そうですね、フェットチーネという平麺を使ってます。わー、いいですね。では早速このキノコも一緒に、秋ですからね、いいですよね。では、よいしょ。巻くの私、下手くそ。ゆっくり行こう。今からスプーンとか使ったりするからね。そうですよね。キノコの風味とチーズのまろやかさがものすごく感じますし、これからこの平たい麺なのでクリームがすごいよく絡んでいるんですよね。食感ももちもちでとっても美味しいですよ。でこれだけじゃないんです、お隣も非常に人気だということです。これタコライスなんですけれども、特製のサルサソースを使っているのと、あと上に乗ってるお肉が実は牛、豚、鶏の3種も使ってるんですよね。はい、3種類使ってます。贅沢ですよ。これ人気の理由もよくわかりますよね。とにかく素敵な空間でこういったメニューも味わえるわけです。でこれだけじゃないんです、実は9月から始まった注目メニューがあるということで、入谷さんが今準備していただいていますよ。それでは入谷さん、じゃどうぞお願いします。はい、こちらなんでしょうか。こちらがアフタヌーンティーセットになってますね。え、もうおーっていう歓声も上がってますけども、絢爛豪華。このスタンドが金の縁がついてるのがまたゴージャスですごいですよね。甘いものもたくさんありますし、これちょっと嬉しいですよね。フライドポテト、しょっぱいものも乗ってるのもとっても嬉しいですよ。これで1人前で間違いないですか。はい、これで1台で1人前です、ね、すごいボリューム。平日の、午後3時から1日3人の方限定ということなんですが、これ味わっていただけます、はい、中でもおすすめですとどちらになりますか。季節のデザートがおすすめになってます。今ですとどれですか。こちらですね。お、これ何ですか。こちらがですね、抹茶のームースに、自家製のベリーソースがかかってまして、もうすぐクリスマスなのでツリーをイメージしております。そっか、クリスマスカラーのグリーンとレッドで、はい、先ほどいただいたんですけれども、この抹茶のババロアの部分、はい、ババロアですね、ババロアの部分がですね、そのほろ苦さもありますし、やっぱり抹茶とベリーってよく合うんですね、はい、目からも舌でも皆さん味わっていただければと思います。なんといっても改めてもこのアーティスティックな空間でお食事も楽しめますからね。さあ、今ご紹介してきたのはこれモダンアートエリアなんですが、実は同じお店なんですが、もう一つアンティークエリアという場所があるんですよね。どんな様子なのかこの後ご紹介します。きらびやかなシャンデリア、実はこれよく見るとうっすらピンク色をしているんですよね。これ日本には数台しかない非常に珍しいものなんだそうです。そういった珍しいものなんかもたくさん並んでいます。先ほどはモダンアートエリアと呼ばれる場所にいましたが、今度はちょっと雰囲気が変わりまして、ヨーロピアンの家具なんかもたくさん並んでいるんですよね。入谷さん、こちらはどういったエリアなんですか。はい、そうですね、世界中からこだわりのアンティーク家具を集めて作ったアンティークエリアになります。アンティークエリア、一番古いものですとどれくらいのものがありますか。60年以上前のソファーなんかもありますね。非常にじゃあ、はい、昔からずっと使われているようなものがたくさん並んでいるんですね。家具にもこだわっているわけです。で家具で言いますと、この机見てください。これトランクですよね。わかります。これどうやってこの形になってるんですか。これ本当に古いアンティークのトランクを仕入れまして、それに木枠を自分たちでつけて高さが同じになるように DIY して作ったテーブルです。入谷さんご自身がこういう風に作られたんですか。はい、作りました。そんな才能もおありなんですか。すごいですよね。こういった空間でやはり皆さんお食事なんか楽しんでいただけますが、この時間はスイーツご紹介していきたいと思います。見た目もとっても可愛らしいですが、まずこちらはダルゴナのほうじ茶になります。ダルゴナほうじ茶、はい、ダルゴナってこの上に乗っている日本の軽め焼きのようなもの、韓国でダルゴナって言うそうですけれども、牛乳とホイップを2層にこう分かれて作っているダルゴナコーヒーっていうのが流行りましたよね。でそのほうじ茶なんですね。普通はね、一般的にはダルゴナのコーヒーなんですけども、
ほうじ茶や、他にもいろんな味があるんですけども、今回はほうじ茶をおすすめで出してみました。いろんなお味を楽しめるんですね。先ほどいただいたら、ホイップの、ほうじ茶のほろ苦さ、それから牛乳のすっきり感と、この、ダルゴナの甘さ、はい、サクサク食感、これが合わさってとっても美味しかったです。さらにお隣のこれも見た目可愛いですよ。何ですか？これ期間限定 のさつまいもを使ったブリュレになります。わあ、どういった特徴がありますか？紅はるかを焼き芋でペースト状にしてシンプルに作り上げた素材の味を楽しめるブレレになってます。お店で作ってらっしゃるんですね。はい、ではこちらは私いただきます、はい、よいしょ。えい、あ、上がちょっとパリパリしてますよ。いいですね。よいしょ。えい、ではいただきます。さつまいものまろやかさ、濃厚さとキャラメリゼされた上のパリパリ感、口に入れても分かりますし、本当に秋の味覚をこうやってデザートで楽しめるととっても幸せな気分です。なんといってもこの芸術的なカフェの中で楽しめますから、ぜひ皆さん足を運んでください。夜はバーとして営業しているそうですから、はい、お酒も楽しむことができるそうです。入谷さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、こちらの、ね、本当にカフェバーは今日はあの部屋のあの席に座って料理が食べたいって思わせてくれますよね。どこを切り取っても写真映えしますから、たくさん写真も撮りたくなりそうですよね。まあ、これからもどんどん寒くなっていくので、寒い中せっかくお出かけするんだったら、こういうところに行ってゆっくりのんびりしていただきたいですよね。